簡単は難しい難。簡単は難しくなるかん。難しいは簡単になる。にしましょうか。簡単は難しくなる。難しいは簡単になる。はいまあ、久保さんが言った通りですね、簡単に稼げる方法ってみんな簡単に稼げるんで、ライバルぐちゃぐちゃ出てくるわけですよ。じゃあ簡単になくなりますよね。100万人ライバルがいて、その中でビジネス、簡単にアクセスを集めていきますか売れますか ?100 万人のライバルがいたら。 でもライバル一人だったら勝つ確率高いですよね。でも参入障費は高いですと。うん。まあどっちを取るかですね。どっちでもいいと思います。どっちでも。まあその簡単に稼いでライバルが増えたとしてもその中でもしのぎを削っていくっていう。まあその後難しく。だから夏休みの宿題は後からするのか早くするのかっていう。どっちがいいですかっていう。 いずれにせよ、いずれにせよまあ、共通ポイントがあるとするならば、いずれどっちを取ったとしても、いずれか難しいど。前か後で難しい。前か後で簡単っていうところがあります。だからもう、簡単と難しいは、あの、なんだ、セットであるってことですね。ずっと簡単はないよっていう話です。ずっと簡単は。あと、市場の流れだったり、ルールの変更。 ですよね、例えばエンドロール動画だったらルールの変更がそもそもありましたから簡単に稼げたけどはいルールが変更になりましたエンドロールどうだダメです広告入れませんもう無理ですよねそもそも簡単というか簡単に稼げたけど無理になったっていうねもはやだからそういう、えー、じそういうその時代の流れもありますよね昔は携帯を簡単に売れ,売れたかもしれないでも今簡単に携帯売れないですよね多分うんでも売ってる会社もあります だまあどっちを取るかかじゃないですか僕はあの参入消費が高い方を選びますね。うん。で、最終的に簡単にしていく。なんでこっちの順番を選ぶかっていうと、年取るからです。年取るから。<laughs> 単純に。年取って難しいことやりたくないんで。年取ってでもね、年取ってね、50、60になってね、ああ、動画めんどくせえ。ああ、動画1本。ああ、1本アップロードできた。 50,60でこんな状態でなりたくないですね。50,60でもう鼻くそっすね。ピーンみたいな。動画撮るの。ピーンみたいな。終了。<laughs> まあ今もこんな感じですけどね。久保さんもこうもう鼻くそでしょ動画撮るの。でも、うん、みんなこんな簡単に撮れないんですよ。<laughs> やり込んでないからね。<laughs> やり込めばや,るやり込めるほどめちゃ簡単になりますから、そんなのは。な本当ね、僕思うんですけど、すげえ、 楽なな仕事だなっていう、まあ、最初はしんどかったですけどね。最近思うのが、めちゃくちゃ楽な YouTube ありがとう。楽すぎると思いますからね。こんなんでいいんだみたいな。カメラに向かって喋っとけばいいだけなんで <laughs>。これ本当70,80でも続けられるなと思いますね。まあ、あの喉が摘出されないとかね。その喋、喋、まあ、70,80になっても喋れるんだったら。喋れるんだったらいけるなと。 仮に言っても喋れなかったら喋れなかったの方法もあるんで。絵を写すっていうね。なんかその綺麗な風景を写すとかね。なんか別にそういう風に切り替えてもいいんで、動画を撮れます。でもそれは今までのいろんな経験だったりとか、タイトル選定、カスタムサムネイル、喋れなかったとしても無音でもね、再生数回すっていうその経験値はあるので、もうそれでもいけますよ。ね。可愛い,い猫でアクセス集める。まあ、でもその企画力。 自分は喋らないんだけどどういう絵面構図がどういう企画物があの再生するの回るのか分かってるのでねそれやればいいんですよ、うん、分かってるけどじゃあ百発百中かっていうと百発百中じゃないことも分かってるのである程度やればいいんですよである程度の基準も他の人より基準高いんで余裕でできるっていうねうんだからもう僕はまあ老後のことを考えてもっと楽にもっと楽に もっと簡単に。そのために参入障壁が高いことをやり続けますで。しかもまだ30代ですからね、僕は。まあ、今年の10月で40になりますけども、まだ30代なんで、あの動ける。まだ動けます。あもう動けるうちにもうガンガン動いおくっていうね。どっちにしろ動けなくなるから。でもみんな動けるのに動きたくないんですよね。動けるのに今。そう。今動けるのにね、今動かないんですよ。いつ動くんですかいずれにせよ動けなくなりますよ。 以前性を動けなくなりますよ。年取るんですよ、うんはい。走れますか今、全力で。久保さんもね、全力でね、全力で3キロ走れないですよ、多分。今。多分走れないです。鍛えてるけど、3キロ多分全力で走れないですよ。死にますね、多分。まあ、死にはしないけど、全力でね、多分若い時はね、 その10代とかはね、全力でね、マラソンとかできたでしょ。今、久保さん、マラソンできますか多分難しい。できるけど、昔のような、その秒は出せないですよ、絶対。これ、言い切ります。10代に出せたね、まあ、学校でもマラソンってあったと思うんですけど、今、その記録を久保さんが出せるかって言ったら、出せないですよ。だけど、動画を撮れます。動画を久保さん撮れますね。でも、みんな撮れないんですよね。そう 楽に稼ぎましょうよ。ね。楽ですよ、ここまで行くと。本当に。めっちゃ楽ですよ。本当楽。楽勝っすよね、久保さん。YouTube。<laughs> いや、マジでね、YouTube 楽勝っすね。最近、本当に思います。なんか、この5年やってきて、もちろん大変なこともあったんですけど、積み上げてきた部分がやっぱすげえあるんで、今、本当にやっとってらかったなと思うし、本当に簡単になったなと思うし、なんだろうな。 やっててよかったしか思えないですね。うん、だ今回もね、お問い合わせ結構ありますよ、工さん。<laughs> これ僕が積み上げてなかったら、まあお客さんとの信用とかも積み上げてなかったら、こんなお対策来てないですよ。だって結果ね、10万ですよ。10万か稼ぎましょうっていうコンセプトですよ。そんなにエビデンスた強くないですよ。何千万稼ぎるとかじゃないですよ。10万とりあえず稼ぎましょうっていうコンセプトで、結構お対策ありますからね。 ちょっとね、まあ、ちょっと弱いかなと本当は思ったんですけどね、ちょっと弱すぎるかなっていう <laughs>、でも大丈夫ですね、まあ、決済まだね、お対戦の段階なんで、決済じゃないんで分かんないですけど、最終的にはまあ2月以降だと思うんですけどね、決済は。うーん、まあ、やっとってよかったですね。もう多分ね、正直、なんかね、まあ、僕も分かってきたというか、まあ、前から分かってる部分あるんですけど、もうそれも洗練されてきてるので、 まあ売れないってことは多分ないでしょうね。どんな、まあ、売れるようなコンセプトを作っていく、めばいいだけなんで。うん。まあ、ちょっと心配なところもありましたね。まあ、去年の年末も心配でしたけどね。120万ウェブ上だけで売っていく。電話相談もないクロ。電話クロージングもない。ズーム面談もない。対面で売っていくわけでもない。ウェブ、本当にウェブ完結型で120万売っていく。不安でしたね。でも、売りました。うん。 これね、これね、自慢ですけど、多分ウェブ完結だけで120万売っていくって結構至難の技ですよ、多分。僕も17年やってますけど、<laughs> 17年やってるけど、ウェブ完結型で120万バーンはね、まあもちろん一括入金はなかったけどね、分割だけども、その商品を売っていくっていうのは結構難易度高いと思いますよ、120に関しては。うん。だから僕はね、その結果出て、 売れてああ売,れるこああ売れるんだなと思ってね自信つきましたけど、うん、もうなんかそこまでやったんでね単価120万までウェブ、ね、セミナーとかだったら分かるんですよ久保さんもセミナーで100万ぐらいの売ってたと思うんですけどウェブだけでマジで100万売っていくっていうのは結構難易度高いのでうんこれはねまあ僕の中であのいい経験でしたね難しいことからやるっていうね 難しいことからやるっていう。いってらっしゃい。